7周年アニバーサリーグッズが発売されます。セブンスアニバーサリー。おーセブンスか。もう7可愛くてね、グッズもね、めっちゃ可愛くない？そうなんですよ。皆さんちょっと見ていきますか。ちょメンバーにも皆さんちょっと待ってね、うんうんうん、ちょっと待ってね。あお願いします、お願いします。あらそんなことしてくれの優しいね。優しい優しい。近所のおばちゃんかな。そんなことしてくれの。これあのグッズ見たらどういう風に反応すればいいんだっけ。あおやそれはどうしたらいいんだっけ。あれだよね、1ページ目の缶バッジとかのあった時にはうわすごいっていう風に言って、レーシングカーみたいな。これはレーシングカー、レーシングカーしてほしい。やっぱりそうだよね。あれだよね、僕がコレクションカードくじの時にはバカみたいに、うん、あーすげーって言ってくれるんだよね。それいつものアニメ動画の頃じゃないかお前それ。とりあえずバナナーって言ってくれるんだよね。これお前いつものアニメ動画やないかお前それ。いけるいける。お前いつもやってる時バカみたいにって思ってたのかお前。バカみたいにバナナーって言うよねこれね。おいバカみたいにって言うのお前。じゃあいつものようにグッズ見ていきますか。こちらですね。お願いします。今回ね缶バッジのハートでね可愛いね。うわーハートがかわいい。いやこれかわいいんだな。やばすぎー。うわーバナナー。すごいレーシングしてくれてる。いいよなーこのハートのレア感というか。あの急に始まんのやめてください。そうなんだよね。急にちゃんと話し始めるんだね。確かにさとみくんも言ってた通りハート結構久しぶりな気がしますね。そうなんだね。実物見たんですけどめちゃめちゃね可愛かった。可愛いんだよなーこれ。可愛かったね。そしていつものコレクションカードくじですが、おめでとう。MV でのね、診断発表なんと使われております。ルート君何を見てるんだ診断発表。え？カードゲームじゃねえんだからさ。これでストップ。あ、そういうことか。そういうこと。診断ね。環境で変わるんだ。いやーでも前のさとみくんの今までねさとみ環境だったから。なるほどね。診断は分からんってみんな診断の感じ。いやでもレギュレーション変わるからどうなるんだろう環境は、ね、次ね多分ねコロちゃんとか強化されて強くなるんじゃないかな。なるほどね。何俺たちのコレクションカード昔やつ使えなくなるの。ないよそんなのないよ。集めて2個とかするカードだよこれ。今回イラストも書き下ろししていただいておりまして、はい、ミニキャラも可愛いよ、ね、いやめっちゃ可愛い。これマジで可愛い。風船に座ってるやつめっちゃ可愛い、ね、これたまらんね。たまらんこれはたまらんね完全に。投資のやつもね書き下ろしていただいてますよ。7周年のねイラストこのミニいい、ね、かわいいわ。そして今回初めてミニ色紙くじですね。サイズはカードよりも大きいくらいなんですけどもそれぞれ金ピカに光るところがあるんですよこの色紙に。あーわかるわかるわかる。色紙はだいたい縁がそうなってるもんね。そう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 、うん、じゃあ違うするとそこじゃないいや そこからのそこからのね縁もだけどそれぞれのイラストでねキラキラしていたりとかのサインがね入っていたりとか、うん、名前入ってたりとかね違った光り方をしていて可愛くなっておりますこちらね。おーそうなんですよ。絶対壁一面に貼ろう。壁一面に貼る。一回やってみたいよね。大丈夫なんかストーカーみたいな感じじゃない壁一面に貼ったら。大丈夫。リスナーさんの中で一人くらいやってくれないかな。いそうじゃないでも。やったら写真くださいお願いします。いろんなものはあるかもしれないけど壁一面はやばいでしょ。さすがに。可愛いと思うけどな。こちらもねあのイラストであった花未来最高の宝物のイラストがなんと今回グッズ化しておりますこの色紙のやつね。めっちゃ可愛いしエモいこれね。いいよね。今回初めてなんですけども評判だったら定番グッズ化するかもしれませんが。おどうなんだどうなんだどうなんだマジ。ちょっとやめてそんなこと言ってこれで次出なかったら気まずいからなんか。あ気まずい。いやでも実際見たけど可愛かったけどな。ねえ机とかに飾りたいね。あー確かに飾りたい飾りたい飾りたい。いいね。みんななんかさ祭壇とか作ってくれるじゃん誕生日とかに。うん、これ1個あるだけよりエモーショナルな感じになるなっていうのを感じました。ああと板枠とかにね入れてる子とかもいるらしいですよミニ色紙とか。じゃあルート君の壁一面計画もワンチャン。壁一面計画もワンチャン。だから板バッグじゃなくて板部屋ね。板部屋ねあるかもしれない。板部屋あるかもしれない。板部屋板部屋に関しては怖いのよ。続きまして、うん、アクキーだね。風船のこの可愛いこの風船の子めっちゃ可愛いよね。アクキーこれめっちゃいい。いいよねこれ可愛いよね。これマジで可愛い。これしかもアクキーさみんなのカバンとかにぶら下がるから本当に風船で浮いてるみたいな感じになって。うわ天才だその紹介。100点や。これよ。ありがとうございます。100点やリーヌそれは。
あれだね、カール爺さんみたいなお前、それ言ったらそれにしか見えなくなるじゃん。もっと喋るなお前。カール爺さんの空飛ぶ家みたいな感じだね。めっちゃいいね。いや今回風船分もあってちょっと大きめに、ね、確かにボリューミーに感じますね。このなんか豪華な感じする、ちょっと、ね、かわいいね。そして続きまして、今回アニマルグッズ新作アニマルマスコットヘアクリップ。今まではマスコットじゃなくてアニマル前髪クリップあったけども、ぬいぐるみ型のクリップは初めてということで、髪につけるもよし、バッグとかのトートバッグとかにつけて可愛くするみたいな使い方もどうやら最近のジョッシュはしているらしいです。ジョッシーはしてるの？ジョッシーはそう可愛くデコレーションしているようですよ。過去にねトートバッグとか我々出てますので、それにねつけたらより可愛くなっちゃうんじゃないかなと、うんうんうん、確かにね、めっちゃ可愛 い組み合わせして、ね、こいつは取っ手につけてその下にアクキーぶら下げたらとんでもなく可愛くなるってことだよね。めっちゃ可愛いじゃん、ね、すごいね、無限大だね。無限の楽しみ方、ヘアクリップだからあの落っこちてなくさないように気をつけてね。でも結構大きめだから気づくんじゃないよ。そして続きまして、スープリー B2 タペストリー、なんと7周年のグッズの中で4人の集合イラスト、このタペストリーだけということで、おーおーおー、マジかよ、飾りたくなっちまうな、そんなこと言われたらな。飾りたい、これもこれ板部屋出ちゃうよ、これいける、これいける、流行ってんのが板部屋。ちょっと今回はこれリーの尻尾が結構気分良さげな尻尾してるね。確かになんか気分良さそうだね。確かに、なんかトリミング行ったすごい気分良さそう、トリミング行ったなんか毛流れめっちゃいいね。なかなか全身で見ることないもんね、このそうだよね、確かに確かに確かに、ね、そして続きまして、うんうん、こちらもなんと新しい形の枠さでして、今回カード型ということでね、これすごいよね、新しい、これめっちゃ良くないか、おしゃやな、おしゃやね、まあ、なんかさとみくん普通に机に飾ってそうだもんね、これ俺の部屋にあっても違和感ないもんね。違和感ない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 。作業部屋にあってもね、確かにね、うんコレクションカードと同じサイズだそうで、背景の空はクリア仕様になっているそうです、こちら。おなるほどね。いつもはね、アクスタ、俺たちが立ってる感じだけど、今回カード型ということでね、新しいタイプですね。うんうんうん、いつも可愛いだけど、今回はちょおしゃれだよね、このアクスタ、カード型。7周年なんて特別感があるなという、ね。進化してるんだな。そして最後、ストプリベールクリップということで、今回身につける系ベールをつけてたリスナーさんとかもいらっしゃったと思うんですけど、こちらつけて可愛くなっちゃったりして、プリクワとか撮っちゃったりするんじゃないの、これするんじゃないの、これするんじゃないの、もうねこれ想像できる、ライブの時とか、うん、しゃがんで後ろから撮るのとかあったりするの、横向いて顔だけ後ろ向いて撮るみたいなの、その通りにこのベールもめちゃくちゃもう、うん、確かに映えます、やばいこれね、えいいよね、映え映え、なんとこちらのベールしかもイチゴの刺繍が入っているということで、およく見るとなんかあの白いの入ってるじゃん、刺繍みたいな、これちゃんとイチゴになってる、うんうんうん、これがイチゴにね、そう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 、リボンの真ん中のやつもイチゴのパーツがついているということで、些細なところにもイチゴ要素も入っており、クリップタイプとのことなので頭の後ろ側から簡単につけられるよということで、ハーフアップとかにも確かに似合いそうだな、そう ね確かに、おね、いいね、かわいいなって思います、かわいい、かわいい、かわいいですね、ぜひこれつけて TikTok とかもね撮ってくれたらちょっと、うん、かわいいですね、ぜひぜひよろしくお願いします、お願いします、お願いします、はい、セブンスアニバーサリー、はい、セブンスアニバーサリーってことで、なんと6月4日8時から ST パルオンラインストアにて発売ということでね、ちょうど7周年の日ですね、そうですそうですそうです、受付は6月18日の23時59分まで、数量期間限定のためなくなり次第終了のお早めにチェックということで、しかしですね皆さん届くのも早くありまして、6月20日から6月28日頃かな、結構早めに、結構早いね、そう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 、受付終わってから10日とかで到着するんじゃないかなと思います、ぜひぜひ皆さんゲットしてください、よろしくお願いします、はい、お願いします。